番組地理の力を借りて悪しき魔人天狗を封印する。覚えてないんだけど、なんかすごく大事なものが自分の中から飛び出していくような大したことじゃないんだけどさ、そしたらなんか急にお前の顔が見たくなってさ。なんだろう、バカの中から大事なものって。でもなんかおかしな感じ、二人して同じ日に気になる夢なんて。バカには七星子としての思い出は前世の記憶の中にあるだけ。今日は悪かったな、びっくりしたろ。全然、こんなびっくりだったら毎日でもいいよ。ほう、ついに学び屋までデートの場所にするかお前らは。いやそんなんじゃ今日はそのちょっとした偶然っていうか、ゆい様、この二人ですか。あなた様の目を盗んで高校生にあるまじき行為に及ぼうとしている迷惑ラブラブカップルは。そう、もう目を盗んでいるかも。もう今日様で久しぶり、いつも噂は聞いてます。私たちは毎日おのろけ聞いてます。ゆいちゃん、おはよう。ゆうきさん、しぎょうくん、おはよう。しぎょうくん、知り合い？あ、うん、先週うちのクラスに転入したしぎょうくん。すっげー人気。そっか、宮古のクラスだったんだ。どうかしたの？あの子、生徒会長に立候補したでしょ。
転入一週間で、しかも都と一緒なら一年だろ。でも修行くんなら当選するよきっと。ねえ修行くん。あ、ごめん、あの人大学生だよね。かっこいいなと思って。ああ、宮家の彼氏でしょ。マジかっこいいよね。いいな、どこで知り合ったんだろう。本の中だよ。彼は物語の中から現れたんだ。やだ修行くんたら。でもそんな奇跡あっちゃいけないんだよ。いやー燃えるな。調べれば調べるほど謎が謎を呼ぶって感じ。なーにハマってんだよ。タカを入れて3人しかいないもんだから、こんな狭い部室しかもらえねえし。そんな部室にビールしか入ってない冷蔵庫置いてんのは誰だ。あ、飲む哲也さん。まったく、お前にとって半年前のことは何だったんだ。忘れちゃいないさ。それより聞いていいか。何を。お前が天地書と詩人、何よりあの鷹のこと、何そんなに熱心なわけ。今度さ、今度また同じようなことが起きるとするじゃん。同じ？また天地書の中へってこと？ああ、そしたら俺何としても本の中に入ってさ、ゆいちゃんを俺が守ってやるんだ。哲也。ん？乾杯。はいよ。誰だ？ご丁寧にノックなんかして。空いてるよ。あの、入部したいんですけど。あましておめでとう。何言ってんだお前。一人じゃ何もできないくせに、集団になった時には己より弱い者に牙を向ける。本当の悪魔はそうした人間の中にあるのさ。ゆきさん。はい。これさっき校門のところで預かったの。あ、はい。どうもありがとう。なんだろう。タカ。おせよ。ごめんごめん。で、なんでこんなところに呼び出して。あ、違うよ。このメモをくれたのはタカの方じゃ。須崎の御子、宮家よ。我を求め、詩人天地の書を今一度その手に持て。宮川、どうした？ゆうきさん、こんなところで何してるの？きょうちゃん。朝、しぎょうさんに慣れ慣れしく挨拶してたね。しぎょうさん優しいからあんたみたいな子にも挨拶するのよ。いい気にならないでね。何？ちゃんと彼氏がいるくせに、男と見れば誰にでもいい顔するんだね。宮川、行こうぜ。タカ！宮川、逃げろ！こいつら、こいつら普通じゃねえ！タカ！集団生活の中で、そういう規律を乱す行動は許されないの。そうでしょ、キョウちゃん。不純な行いにはそれにふさわしい制裁が与えられるべきだよ。
のが詩人天地書でさ、信じてはもらえないだろうけど、俺の妹、その本の中で巫女してました。スザクの巫女となられたんですね。こんな話、信じちゃうわけ？え？嘘なんですか？いや、嘘じゃないけどなあ。そうだよ。いや、こんなあっさり信じてくれたのは、上白さんが初めてでさ。疑うなんて、自分たちの世界しか信じられない人の方がおかしいのよ。やった！巫女よ、我を求めよ、求めよ、詩人天地の書。あんにゃろう、先に帰りやがったな。デートか、まったく。男ができるとこれだから、うん、女の友情なめてんな。これは、この赤い光が。あれは確かに、スザクの光。本郷さん。どうしたんですか？別に何も。そう、明日の選挙、君も副会長に立候補しているよね。お互い一年頑張ろうね。じゃあ。とにかくすぐ来てくれ。この巻物も早く見せたい。ああ、お袋ごまかしたらすぐに行く。ここが本の中？うん、前から話してたでしょ。ここで私たちは初めて出会ったんだよ。なんかそんな気もするんだけど、ここの人たちって化け物みてえだな。逃げて！この炎は物騒な世の中になったもんやろ。この江南国であんな化け物が暴れよるなんて。タッキー、やったやっぱ宮方タマやないか。相変わらずよう燃えるな、タマ。てめえ、どこのどいつだ。いきなり人のこと燃やしやがって。おい、こいつまた危ない薬でもやっとんのか。それとももうボケたんか。うん、違うよ。さよか、せっかくミヤカの世界で会えた言うのに、何やな。そんでも仲間のことまで忘れるっちゅうのが情けないで。なんか初めてじゃない気はするんだけど、どうしても。これや、お前あん時ミヤカに何したか忘れたんか。嫌がるミヤカのホニャホニャをホニャホニャするわ。あまつさえ俺のことまでホニャーんってする始末。本当か？してないしてない。ああ、こんな時チチリがいたら。チチリ、タマ、また変なのが。早く出すのだ。なんやねん。やめんかよ、まあ、変なとこ触んなや。もうなんなのチチリ。てか、これなのだ。ああ、これか。何この石。玉褒めくん、これを手に取るのだ。何しとんねん、お前のこっちゃで。俺チチリ、今は玉褒めじゃなくてタカって名前なの。少なみタカ。どっちでもええやん。これは
たよ。なぜか。てめえ、誰がミヤカのホニャホニャをホニャホニャしてたって信じそうだったろうが。おーおー、感動の再会やの。胸ぐらつかむんかよ、俺は。わざとだよ。あの石は何なの？玉褒めの記憶の玉なのだ。記憶の玉。あの時、玉褒めがミヤカちゃんの世界へ行くために、こっちの記憶をいくつもの玉に封印したのだ。あれはその一つなのだ。すぐに気がつかないのがタスキなのだ。2年も前のことやろうが、もう誰だって忘れるわ。2年、そうなんだ。こっちはもう2年も。やる、詳しくは本人に聞くのだ。え、オイラの石もそこにあるのだ。本郷さんはまだ立候補しといて遅刻かよ。候補から外そうか。だよな。そんなことは許されないでしょ。え、だってそうでしょ。演説したしないで候補者の資格が問われるわけですか。民主選挙ってそうじゃないですよね。ここは太極山。ここか。俺初めて来たで。ダメだ、この場所思い出せない。玉褒め、私のことも思い出せないのか。もう白状よな。タスキさんもお久しぶりです。懐かしいな。元気だったか。ホトホリ、ノリコ、シリコ、ミツカケ、みんな。いやーね、もう私たち死んでんだってば。変わってませんね。ミヤカだから。怪我しなかったか。いや、砂かけパパ。あっちも変わってないわ。あれが砂かけババアじゃ。記憶なくすとかわいそうやな。まだ慣れるのに時間かかるで。大地くん、やはり転生した玉骨と巡り会えたようじゃな、ミヤカ。では次は会長演説に入ります。1年 A 組始業です。僕が今度の生徒会長だ。傷だらけになって、ミヤカのためにそんなことも忘れてたなんて。今のがオイラの玉なのだ。じゃあみんなのためをタカに戻せば全ての記憶が戻って。ごめんね、ミヤカ、私たち持ってないのよ。説明はわしがしよう。規則だからと教師は君たちを管理する。指導という名のもと体罰さえ行う。嫌だろう。自分の好きなようにこの世を変えてみたいだろう。そんな力は自分にはないと諦めている。たった今から生まれ変われ。望んだ姿にな。なぜ？どうしてホトホリたちは生まれ変われないの？邪悪なる気の妨害じゃ。すべての妨害は取り払われる。君たちの心の奥にしまい込んだ声を聞かせてくれ。人の心の奥底に沈んだ悪しきもの、それを呼び起こし増大させる。それがやがては争いとなるのだ。新しい時代を作るため一人一人の改革は力となる。そうすることで幸せが手に入ると信じるからだ。僕に力を貸すんだ。スザクがお前たちの力を求めておる。さあ一緒に行こう。もう一度力を合わせるんじゃ。新たなる戦いのために。なんや、地震です。ここにか。太極団だ。太極くん、これは
まで力をつけたのか。大地くん、ミヤカ、その2。あれは確かに本郷さん、どうしたんですか。別に何も。そう、じゃあ討ち入りに遅れないようにね。じゃあ、な、何これは。その3、
たった今から生まれ変われる。ようこそ不思議遊戯。わかんないこと私に聞いてね。人には好みというものがある。ほう、私では嫌だと。はっきり言って嫌。それが新入りの挨拶なわけだ。ポパイ見てましたよ、石田君。はい、潰す。